はい、それではですね、ここの部分につく、ネットですね、こういうのをつけたいと思います。もうこれはね、切り取って貼り付けるだけなので至って簡単かなと思うんですけれども、ちょっと難問なのが多分これだなぁと思ってるんですね。ここにこうつきまして、さらに上からこう隙間を、砲塔との隙間をね、塞ぐためのね、こういうのがあるんですけれども、これをちょっと折るのがね、ちょっと難しいかなと思うんですけれども、頑張って折ってみたいと思います。ここが少し合わないみたいですね。少しだけ、ほんのりわずかなんですけども、当たってますね。ピタッとはまらないので、削って調節してみましょう。このパーツを作っていきたいと思います。厄介なのはここですね。ここがちょっと若干丸くなってるんですね。この面全体がちょっとこうクッと丸くこうなるんですね。キットのパーツでいうとこれですね。こういう感じにちょっと丸くなってるので、ここが大変かなと思います。で、このガイドにして曲げたらいいかなと思ったんですが、結構大きさが全然違ってまして、現状ではうまくいかないなっていう感じがするので、もうちょっと別の方法で曲げてみたいと思います。1ミリのプラ板を2枚用意して、で、1ミリのドリルですねを用意してみました。でこれをですね、この端っこでですね、こう合わせてこうするんですね。こうしてみます。これで、セロハンテープで固定します。これで、こういう風にしまして、ここまでは直線で、こっからドリル分だけ丸くなって直線という形になりましたんで、ここに、この金属パーツを当ててやりたいと思います。ここの端っこにしておけばこういう風にね、引っかからずにできると思うのでね、ここの部分がね、当たらないままにキュッと押せると思うのでやりたいと思います。そしたら動かないようにエッチングパーツをここのところに持ってきます。ここも直角がね、合わせられたらいいと思うんでね、直角合わせて微調整しながら、ここのね、軸のドリルのところも合わせておきましょう。よいしょ。しっかり動かないように挟んでおいて、押すと、綺麗に曲がりましたね。いい感じですね。うん、これでいいんじゃないでしょうか。じゃあ今度はこっちも同じように折っていきます。同じように折ろうと思うんですが、あれですね、今度はこっち側が角になってくるんで、まあ要はこういうことですね。こうしないといけないので、またちょっと作り直しですね。こうですね。今度はさっき曲げちゃったので、なかなか難しいんですけれども、なんとか折らないようにできるかな。シビアですね。作りましょうか。綺麗に曲げたいのでね。
はい、ちっちゃいジグができました。これでこういう風になることができるので安心して曲げることができると思います。ではですね、今度もこの部分ですね、きちっと合わせてグッと押さえといて、で適当なもので押さえると、適当なものでこう押さえてあげれば無事に曲がりましたね。 OK です。そしたら次はここを直角に曲げるだけですんで、もうちょっとだけきちっとしておきましょうか。しっかり押さえとかないと危ないですね。つられて曲がりますんでね、ギュッとしっかり押さえといて、しっかり押さえた上で押すと、そーっと押すと、よいしょ、はい、曲がりましたね。直角に細いパーツも上もきっちりここで90度で折れてくれました。はい、はい、こんな感じになりました。はい、できました、よかった。そしたらまあこの辺にね、ちょっと隙間とかがあるんで、もうちょっと折ってあげたりして微調整して、ここも隙間なく折れましたし、はい、これでここに取り付けていくと、こういうことですね。はい、 OK です、できました。